グラフエディターのカーブの作り方、僕なりのカーブの作り方をご説明したいと思います。考え方、シンプルに考える。カーブは上行くか下行くか、止まってるかしかしない、この3種類しかしなくて、それ以外は絶対ありで、最大値最小値、イーズインアウトで、コンストレインとかそのアトリビュートで0か1の変化のキーがあればほとんどの動きは作れます。まあこれは合ってないようなもので、大きく分けて2種類考えれば欲しい動きは作れます。マヤでちょっとデモしたいと思います。ボール、キャラクターのボールがジャンプして着地してっていうアニメーションをパパッと作りたいと思います。まずステップ1、最大値最小値の値とタイミングを決めます。今回は TYコンスレと Y だけで作りたいと思います。まずスタートが8で、カーブ作る前に僕は大体こう音でリズムを決めます、頭の中で。だからジャンプのアニメーションだったら、うっ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 で、スライダー見て再生してみて、うっうっってなって、その音と合ってるとことにキーを大体で決めていきます。ここで、ジャンプ、コンタクトフレームがあって、ここに頂点、頂上、一番上。で、その、あと、11足して、38で着地、4フレームくらいで着地のオーバーシュート、で、戻る。こんな感じで、まずタイミング決めます。で、この最大値、最小値の値を、ざっくり決めます。が一番沈み込むところだとして、で頂上、そして着地、でそのシュートで戻る。でしてみると、まだふわふわしてるんですけど、大体の枠組みはこれでできました。で、イズインアウトを入れます。最大値最小値作ったら、この間に2つずつくらい、大体2つでやります。キー入れて、イズインアウトを作って、は早めにアンティックのポーズにしたいので早めに沈み込み入れて、ここでじゃあ、はい、あの地面に最後についてるフレーム、最後に切り出すフレームで、これはイーズンで、ここでだいたい物理のこの TY の動きって、ジャンプだったら左右対称になるんですよ。ちゃんと物理を取ってれば。だから7フレームで、こっちも7フレーム開けて、この間、もうキャラクターなんでそこは結構自由に決めていいと思います。この段階で結構タイミングとかはもう決めちゃってた方がいいかなと思います。大体最初のうんうっていうリズムはできたかなと思います。この段階でやりたいのは、この最初に作った最大値最小値の間の遷移の仕方を決めるっていうことで、もしこの間の遷移の仕方が分かんないって時は、僕はとりあえずこの1個だけキー入れてみて、これで試すとか、これじゃないなって言ったらこっちで試すとか、早くこのポーズからこのポーズに遷移したいんだったらこうだし、遅めにポーズ遷移したいんだったらこうなる。この2つに分けて、どっちが自分の欲しい動きに近いかをまずテストして、あ、こっちだなってなったら
これはもうちょっと磨いてで考えたりします。イーズインアウトはないっていう表現もあっても全然状況によってはいいと思います。例えばイーズアウトないです。急にこう出発してるんでポーンっていう表現になってますね。これは状況によって書いていいと思います。細かいキーを入れたりタンジェント編集したりしてポジション、あとはもうカーブ磨くだけなので自分の欲しい動きにより近づけるみたいな。僕このタンジェント編集するのあんま好きじゃなくて、なんでかっていうとこう例えばこうやって作ったらで後々タイミング編集するとなるとこうなると思うんですけど、こういう歪みができたりするので、あんまこれが好きじゃないので、基本このタンジェント編集しないままで、欲しいカーブになるようにキーを入れていく。キー増えることはあんま僕怖くないんで、こうやってます。でせっかくなんで少しのキーも入れたいと思います。少しも同じように最大値最小値を混ぜていきます。一番こう潰れるのはこの TY が一番下に行った時なんで、これは厳密に設置なんで、で一番伸びるのはこのコンタクトフレーム最後に、地面に触れてるけど、このフレームで最大値にしても面白いかなと思っています。で一番縮むのはこの頂点 APX のタイミングでもいいんですけど、面白いかなと思ってちょっと失礼します。キャラクターなんで多分この地面吸収するために受け取りに行くと思うんで、こうなると思うんですね。このフレームで一番伸びるで縮むのがこの TY が一番下に行くとき、あとはもうこの TY と一緒なんで設置してる。次、設置は大事に。で、この段階だと、この位置で、あとは、今、最大値最小値ができた状態なんで、設置してるところは、この TY と同じ遷移の仕方をするんで、これをコピーして、このカーブを、バッファーカーブ、でこれ影的なのが残るようにした状態でここにコピーします、あペーストします。でこれに合わせてここは設置しないので結構その値を繊維は自由にしていいかなと思うので、ここで一番伸びたいのでここはイーズインなしにして、もコピーでいけるはず。もともとの最大値最小値が合ってればいいはずなので、最初のっていうのができました。大事なことはカーブ小なり最終
カーブよりも最終 A が大事っていうことで、今カーブを頑張って作ったと思うんですけど、観客が見るのはカーブじゃなくて絶対 A なので、最終 A、 カーブが綺麗だから OK じゃなくて、最終 A をしっかりチェックしながらカーブを作る。頭で最初にアニメーションを完成させて、そこを目指して必要なカーブを探していくイメージです。頭に作りたいものがない状態で始めちゃうと、目的地がないままもう車出してるようなもので、もうそこうろうろしてるような状態なので、これは結構時間の無駄になっちゃうと思うので、まず作りたいものを頭で完成させて、それを作るのに必要なカーブをどんどん抽出していくイメージで作るといいかなと思います。はい、ます。はい、ありがとうございます。渡辺君の言うように、カーブがどういう状態になっているか、カーブがどういう状態というか、どういうカーブ自体がどういうことを表したいかっていうのを自分の中で整理してね、作れる部分はたくさんあると思うので、そういうふうに意識してね、カーブをいじるといいんですが、時としてグラフエディターはですね、味方になったり敵になったりするので、自分でコントロールできる部分は多分あると思うので、それはそれでコントロールして、どうしてもコントロールしきれないような複雑なカーブになる時とかもあると思うので、そういう時はもう A で合わせてあげるっていう形でやると僕はいいかなと思ってます。はい、すごくこの考え方は重要なので、最大値、最低値わかんないけど、最小値、イズイン、イズアウト、とかね、その辺を意識して作ってもらえるといいかなと思います。